私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。平成の男性アイドルグループ人気ランキングトップになったのは、スマップ、嵐、ネトラボ調査隊ではアンケートサイト、ボイスノート、協力のもと、全国の30代以下を対象に、平成を代表する男性アイドルグループというテーマでアンケートを実施しました。平成の世では、様々なアイドルグループが活躍し、多くのファンを魅了してきました。その中で、当時思春期を過ごしたであろう30代以下の人たちから最も支持を集めたのは、どのグループなのでしょうか？早速ランキングを見てみましょう。30代以下が選んだ、丸第1位、スマップ。第1位は、スマップ、でした。1991年にシングル、キャンとストップ。ラビングで CD デビューを果たして以降、シェイク、夜空の向こう、ライオンハートなど、数々の名曲をリリースし続けたスマップ。2003年リリースの、世界に一つだけの花は、300万枚を超える大ヒットを記録しています。音楽活動と並行して、バラエティ番組ではコントを披露したほか、グループの冠番組、スマップ非軽クラスマップでは料理にも挑戦。それまでのアイドル像とは異なる新しい魅力を広め、国民的な人気を誇るグループとして幅広い世代から支持を得ていました。2016年に惜しまれつつも解散しましたが、今なお各メンバーが様々なジャンルで活躍を続けています。丸第2位、嵐。第2位は、嵐、でした。1999年、ハワイのクルーズ客船上で行ったデビュー会見が大きな注目を集め、同年にシングル、エロシーで CD デビューを果たした嵐。2009年には、第42回より今年間ランキング2009において、シングルやアルバムなど4つの項目の売り上げで首位を獲得し、史上初となる4冠を達成しました。グループ名を冠した VS 嵐、嵐に仕上がれといったバラエティ番組も人気を集め、お茶の間でも広い世代に親しまれる存在でしたよね。2020年末をもってグループとしての活動は休止中ですが、現在もそれぞれのメンバーが幅広いフィールドで活躍中。2021年にはグループ初のライブフィルム、嵐アナバーサリー25非軽クルー20フィルム、レコードオブメマリーズが公開され、大ヒットを記録しました。公開1周年を迎える2022年11月3日から12月1日まで、同作品が全国の劇場で記念上映される予定です。以下のようにネットワーク上に表示されるいくつかのコメント。スマップ矢印嵐矢印キンプリ。今、キンプリの沼にどっぷりハマっています。スマップへのおかげで、ジャニーズはグループとして長い年数活動するようになった。それまでのグループは数年単位で解散していたし、それだけでもスマップへの功績は素晴らしいと思う。スマップさえ結成はもう無理だろうし、こちらもそれぞれが幸せであればいいと思ってるけど、再結成したら号泣するだろうな。昭和終わりから平成、丸ごとどことっても人気だった、ね。平成全体となるとそらさすがにスマップだわな。スマップ。スマップが見たいよ。同じ日に多くのホットニュースが思い出されます。具体的には、笑顔が可愛いジャニーズタレント、ランキング1位は相葉雅紀？魅力的な男性アイドルが多数所属しているジャニーズ事務所。現在でも多くのタレントがテレビやコンサートで活躍し、明るい笑顔で多くのファンを魅了し続けています。そこでネトラボ調査隊では、アンケートサイト、ボイスノート、協力のもと、60代以上の人を対象に、笑顔が可愛いジャニーズタレントについてアンケート調査を実施。果たして、シニア世代から支持を受けたのは、どのタレントだったのでしょうか？早速結果を見ていきましょう。60代以上が選んだ、丸第1位、相葉雅紀。第1位は、相葉雅紀さんでした。2位の桜井さんと同じく、1999年に嵐のメンバーとして CD デビューを果たした相葉さん。
個人としては俳優業のほか、その人懐っこい笑顔と性格からバラエティ番組で人気を集める存在です。2022年10月時点では、相葉学ぶ、あーみんなの動物園、VS 魂グラデーションなどに出演しており、ゲストと共に番組を楽しむ姿を見ることができます。中でも、あーみんなの動物園は、様々な動物と触れ合う相葉さんの笑顔とトークが見どころ。動物に関する情報や魅力を楽しく、時には感動的に伝えています。2022年10月には第1子が誕生したことを発表し、今後もさらなる活躍が期待されています。丸第2位、櫻井翔。第2位は櫻井翔さんでした。1999年に嵐のメンバーとして CD デビューを果たし、グループが国民的な人気を獲得していく中、個人としてもドラマや映画を中心に俳優として活躍。また、忙しい芸能活動と並行して、慶応義塾大学を卒業した知性派タレントとしても知られています。そのキャリアを生かして、2006年からは報道番組、ニュースゼロの月曜キャスターを担当中。Mac としても活躍の幅を広げており、バラエティ番組、櫻井有吉ザ夜会、1億3000万人のショーチャンネルなどでは、トークやロケでの楽しそうな笑顔を見ることができます。そんな櫻井さんは、2022年の年末に放送予定の第73回 NHK 紅白歌合戦のスペシャルナビゲーターに就任。大晦日にも櫻井さんの素敵な笑顔を見ることができそうです。以下のようにネットワーク上に表示されるいくつかのコメント。本当に相葉くんの笑顔に癒されます。何をしてても自然体で素敵です。いつまでも今の笑顔でいてください。相葉ちゃんの笑顔は周りも笑顔になるし癒される。相葉ちゃんの優しい笑顔大好きです。あなたはどうですか？この問題についてどう思いますか？嵐いつも私にとって素晴らしいです。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。